毎日毎日繰り返す。みんなよしなに過ごしましょう。千夜一夜と織りなす私たちの日常。あ、歴史に名を残すような大胆なこといつかしてみたい。なんて気持ちだけただ先走りしてもやもやしちゃう。想像を超える日々がいつかこの先に待ってるのかな。誰にも分かってもらえなくてもいいじゃん。一人じゃないんだ。昔昔あるところにから始まって進んでゆくストーリー。あの日見た夢が長い時間を超えてきたら一番星。昔昔あるところに生きたあなたと私の物語。100年過ぎても色褪せないって約束したの覚えてる。空に光る一番星。1549年、我が国にキリスト教を初めて布教したイエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルは、その2年後、今の大分県豊後の国に上陸した。やじろう、ここが豊後の国ですか？へえ、そうでございます。当主の大友義重様は、昨年当主になられたばかり。それもお家騒動でお父上や幼い弟君を亡くされた上での当主就任とか。なんとお痛ましい。それはさぞかし心に深い傷をお抱えであろう。神の教えでその痛みを癒して差し上げたいものだ。そなたらが南蛮人か？わしもずっとそなたらに会いたいと思っておったのじゃ。我らとお会いいただきありがとうございます。ついてはこの豊後の国にて我らが神の教えの布教をお許しください。率直に言う、わしはキリストの教えには全く興味がない。しかし、そなたらの持つ火縄銃、大砲などの高い軍事技術には惹かれている。それらをわしに授けてくれるなら、布教を許そう。へい、もちろんでございます。布教をお許しいただけるなら、殿に南蛮の商人をご紹介いたしましょう。義重様、失礼ながら義重様は昨年お父上と幼い弟君を不幸な戦で亡くされたとか。そなた何が言いたいのじゃ？ザビエル様、キリストの教えはすべての闇に包まれている人々に、そしてこの乱れた世に光を与える教えです。この教えを信じれば、人々は皆愛の心に満ちあふれるのです。この聖書を義重様に献上いたしましょう。おかしなことを言う南蛮坊主じゃ。まあよい、ついでにもらっておいてやろう。ありがとうございます。何時の敵を愛せよ。これはなんと深い素晴らしい教えか。確かにザビエルの申す通り、この教えがすべての人々の心に広がれば、この地からあらゆる醜い争いはなくなるであろう。しかし、そのためにはまずは南蛮の力を借り、強大な軍事力でこの九州の地を制覇せねば。フランシスコ・ザビエルからキリスト教の教えを伝えられた大友義重は、その教えにたちまち魅了されてしまった。しかし、豊後の国は仏教や神道を信じる者が多く、義重自身が
キリスト教の洗礼を受けることは許されなかった。しかし、それから27年後。今やわしも北九州6カ国の主語。ようやく誰はばかりなくキリスタンになることができる。48歳になった大友義重は、その名を大友宗麟と変え、宣教師からキリスト教の洗礼を受けたのであった。しかし、道節殿、殿を何とかしてくだされ。このままではやがてこの地がすべてキリシタンで埋め尽くされてしまう。お方様、我ら大友家中も殿のキリシタンかぶりには疑問を持っております。私から殿をお諌めしてみましょう。殿、殿ご自身の信仰心に我ら家臣がどうのこうのと申せるものではありません。しかし、少しはお方様のお気持ちもお考えくだされ。このままでは夫婦の絆が失われてしまいますぞ。あなたは元は神主の娘じゃからの、あやつの気持ちもわからんではないが、夫婦の愛は所詮は我ら身内同士の愛。わしにはこの九州全土の民を救う責務を神から与えられておるのじゃ。殿、いい加減目をお覚ましください。これでは父上と同じ道を歩まれますぞ。どうせつ許せ。殿、おのれ、長年連れ添ってきた妻を見捨て異教の神を選ぶとはもう我慢ならん。腹いせに領内の教会をぶち壊しておしまい。よもや教会を破壊しようとするとは、夫婦の仲もこれまでじゃ。1578年、大友宗麟は妻の那田夫人と離婚し、家臣たちも仏教、神道派とキリシタン派に分かれ対立するようになった。宗麟の深いキリスト教への信仰は大友家中に大きな亀裂をもたらすことになったのである。そんな中、大友殿、お助けくだされ。薩摩の島津義久めが我が日向の地に攻め寄せてまいった。伊藤殿、はい、わかった。すべてこの大友宗麟にお任せくだされ。北九州六カ国の守護の名にかけて島津軍を蹴散らしてくれようぞ。なんと頼もしい。見事島津軍を追い払っていただいた暁には、この義助貴殿の配下となりましょう。これは神の啓示だ。この戦いで日向の地を我が領土とし、他の地にデウス様の理想郷を打ち立てるのだ。こうして1578年8月、大友宗麟は自ら出陣し日向の国に進軍。途中、領内の寺社仏閣を破壊して回り、無視か今の宮崎県延岡市にすぐさま教会を建設し、礼拝にふける毎日を送っていた。そんな中、日向遠征には反対し、豊後の守りを任されていた重臣立花道節からこんな書状が届いた。こたびばかりは大友家中心として殿に還元申し上げる。それがしをはじめ、我が大友家家臣には熱心な仏教徒が多くおります。それらの者の気持ちを無視し、あろうことか寺社や仏像を破壊するとは何事か。このままでは大友家家臣団の士気は下がる一方、何卒
この同説の声に耳を傾け、目に見えぬ神より目の前のもの、家臣たちの気持ちを大切になされよ。同説めがこのような書状を送ってまいったわ。しかし恐れながら同説様の申されることはもっともかと。そなたまでそのようなことを。わしの役目はここで神に一心に祈り、大友軍を勝利に導くことじゃ。戦のことはそなたたち家臣に任せる。頼んだぞ。は今じゃ。大友の者ども、一人も生きてこの地から返すな。重臣立花同説の心配は的中した。この1ヶ月後、耳川の戦いと呼ばれる合戦において大友軍は島津軍に惨敗。大友軍の死者は2万にも及び、これ以降戦国大名大友家は没落の一途をたどっていくことになるのである。ヒューガの伊藤を攻める。兄者、いよいよですな。これで南九州は我ら島津のもの。しかし義弘、こたびのヒューガ侵攻の誠の狙いは豊後の大友じゃ。ヒューガを攻めれば必ず大友は出てくる。なるほど。聞くところによると、当主の大友宗麟はキリスト教にかぶれ、妻の那田夫人や家臣たちともうまくいってないとか。宗麟をうまくおびき出し、伊藤もろとも一気に叩き潰すのじゃ。大友殿、この義助に力をお貸しくだされ。島津軍が我が国に攻め寄せてまいった。我が伊藤軍だけではとても支えられぬ。伊藤殿、ご安心なされよ。島津の勝手にはさせぬ。北九州六カ国守護の名にかけて島津軍を蹴散らしてくれようぞ。こうして大友宗麟は日向の地を目指し、自ら軍を率いて南下した。そして1578年11月12日、ついに戦国九州における天下分け目の戦いといわれる耳川の戦いが起こったのである。兄上、総大将大友宗麟は日々教会にこもって礼拝三昧とか、おまけに猛将立花同説はこたびの戦に反対で出陣しておらず、他の家臣たちの士気も低いとか。ふむ、思った通りじゃ。兵の数は多くとも、今の大友はただの烏合の衆の集まり。うまく敵を誘い出し、我が島津が誇る釣りの伏せにて一気に壊滅させるのじゃ。はっ、この義弘めにお任せを。よし、今じゃ、一気に大友軍を殲滅せよ。かかったな、島津義弘。何、立花同説、そなた総理に立てついてこたびの戦には参戦していなかったはずでは。おほほほほほ、こうなっては島津の猛将もなすすべないわね。でも大丈夫よ。あなたの菩提はこの私が丁寧に弔ってあげますから。那田夫人、そなた宗麟から離縁されたのでは。すべてはそなたら島津軍をこの耳川の地におびき出す策じゃ。それでは重臣立花同説を退けたのも、那田夫人を離縁したのも、
日向領内の神社仏閣を破壊したというのも。あいにくキリストの教えでは妻との離婚は禁じられておるのでな。それにキリストの教えの本質は愛じゃ。わしは妻や家臣領民たちへの愛を最も大事にしておる。一体何がどうなっておるのやら。さて、それではこれより我が大友軍の秘策、島津の釣りのぶせ返し、たっぷりと貴殿らに振る舞って差し上げよう。者どもかかれ。殿、申し上げます。大友軍の釣りのぶせ返しに遭い、我が軍は全滅。島津義弘様、お討ち死に。なんじゃと。まもなくここにも大友軍が押し寄せてまいります。殿、早く撤退の合図を。おのれ、大友総理め。こうして九州の勢力図を変えた天下分け目の耳川の戦いは大友軍の大勝利に終わった。島津義久は薩摩へ逃れる途中、大友軍の流れ屋にあたり命を落としたという。なた、どうせつこたびの勝利はそなたら二人が立てた策のおかげじゃ。改めて礼を言う。なんぞ、殿があの時我が言葉に耳を傾け、お方様とのことを顧みてくだされたおかげにございまする。どうせつ私からも心からお礼を申します。我ら夫婦の仲を、そして大友家を救ってくれたのはそなたの忠義心ゆえじゃ。うむ、わしはキリストの教えに真剣に向き合いすぎたあまり、かえって身近にある大切なものを見失っておったわ。愛する家族や家臣たちとの絆をおろそかにして、どうしてこの地を守ることなどできようか。それを今回の戦いで二人から教えられた気がするぞ。殿、よくぞ申された。この立花道節、長年殿にお仕えしてきた甲斐がございました。私も改めてこのような素晴らしい殿の妻でいられることを誇りに思います。うむ、これからもこのわしがまた間違った道に進みそうになったときは遠慮なく確かめてくれ。これからもよろしく頼むぞ。こうして島津氏を滅ぼした大友総理は1年後、その勢いで九州全土を統一。しかし総理は信教の自由を重んじ、領民にキリスト教徒となることを強要することはなかったという。そして領内にはいつしか僧侶が夢見た神道、仏教、キリスト教の信徒が互いに争うことなく、その違いを認め合い助け合う理想郷が実現することとなったのである。